日本近畿地方大阪府八王市黒谷黒谷は大阪府八王市の地名。現行行政地名は黒谷1丁目から黒谷6丁目と大技黒谷。住居表示は未実施。両政国一覧機内河内国高安郡黒谷村当地は高安山の麓の傾斜地に位置し、山麓の西側は強行自治区と接しているが、かつて耕作地は 京光寺村と複雑に入り組んでおり、その地域は、温知川を越えて、近鉄高安駅付近まで達していた。また、不動山本黒谷線は、終点が現在は、京光寺二丁目であるが、東高野街道との四つ、辻の陶器場の所在地がかつては、大和黒谷で、名称の由来でもある。四つ、辻南東角に、宝永五年設置の古い道標、和州市議山、 微車門天皇が南西閣に和州市議堂勢40の起点長席があり、ここから東は京皇寺門前黒谷集落を経て市議山へ至る参道となる。小宝豪町の写しとされる河内国一国村高控会町では701国余りで、これには京皇寺村の分も含まれている。原文2年の河内国国高町では467国余り。 うち270国余りが、備中岡田藩支配地分、残りが、幕府直轄地から、始まり幾度か支配者が変わり、漢文9年に、ヨド藩領となり、幕末に至っている。明治以降の市町村政志向で、南高安村の大技となる。昭和47年の、現住所表記志向時に、京工寺地区と共に域内が整理され、京工寺より、西側、 大阪外環状線の東が強行時、それより西は高安町北、高安町南に整理された。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。